実は昆虫は栄養が豊富で加工しやすいそうです。いろいろな食品への活用が期待されています。多くの昆虫は食べることができますが、野生で生きているものなので殺菌消毒しなければいけません。毒のある昆虫もいますから注意が必要です。自分で料理するのは危険ですね。 昆虫なんて食べられないと思う人も多いと思います。私もです。粉末やペーストを他の食品に混ぜれば食べられそうですよね。または料理を作る人に内緒で混ぜてもらうのはどうでしょうか。 Please click the link below to see this video's related blog and study more Japanese at JOI.